DJ リーグ富山グラウジーズです。ホームでの初勝利が待たれるグラウジーズは先週末新加入の岩手ビッグブルースと対戦しました。5日と6日の試合をご覧ください。先週新州ブレイブウォリアーズをホームに迎えて2連敗を喫したグラウジーズ、何としてもホームで勝利を、強い気持ちで試合に臨みました。このところ点取り屋としての本領は発揮できていない情報、活躍に期待がかかります。その情報がチームを引っ張ります。ハーパーのアリウープをアシストすると自らはスリーポイント、第2クォーター、勢いに乗る情報は中から外からと得点を重ねます。身長211センチ、ターナーもここへ来てチームへのヒットを感じさせるプレーを見せます。前半を5点リードで折り返し、ここからさらに点差を広げたいグラウジーズ。しかし第3クォーター、岩手の点取り屋トーマス・ケネディが中心となって反撃を開始。一時逆転を許すものの、こちらの点取り屋情報も黙っていませんでした。どんな体勢からでもボールを沈め、隙あらばスリーポイント、ブースターを熱狂させます。リードを奪い返し65対57として最終クォーターへ。サーシー、水戸の活躍でこのまま逃げ切ったグラウジーズ、88対79で見事ホーム初勝利を飾りました。この試合自己最高の33点を叩き出した情報が MVP。 岩手のブライ・キリスヘッドコーチも舌を巻きました。情報プレイ、 I think one of the best game today。自分も点取れてたし、やっぱパスもよく回ってて、インサイドの得点は結構あったんで、すごい良かったと思います。ああ、もう今までのシーズンでハイだと思うんで、嬉しいです。やっぱ得点を期待されてこのチームに来たんで、まあ、その期待に応えれたっていうのは、嬉しいです。勝率5割となる岩手との第2戦、前日 MVP に輝いた情報の連続アシストで好スタートを切ります。第1クォーターで8点のリードを得たクラウジーズでしたが、続く第2クォーター、ケネディを起点にした岩手の猛攻に遭い、じわじわと得点を重ねられます。一時10点以上あったリードも前半を終わってみればわずか2点。岩手の追い上げを食い止めたのはシーズン前の怪我でここまで本調子でなかったブライアン・ハーパーでした。守っては相手のダンクシュートをブロック、さらにスティールから速攻を演出。グラウジーズがリードを広げます。9点リードで迎えた最終クォーター、ハーパーはさらにパワーアップ、カットインからサッシーへアシスト。さらに自らゴールに切れ込んでシュートを決めます。目を見張る活躍にグラッキーのテンションも上がります。外国人エースの復活でこの試合5人の選手が2桁得点をマークし、試合は結局98対88でグラウジーズが岩手を下しました。ホームタウン上市町で連勝したグラウジーズは勝率を5割に戻しました。今シーズン最多の20得点に7リバウンド、5つのアシストとチームの勝利に貢献しました。11月6日
6日の試合を終わっての BJ リーグの順位表です。富山グラウジーズは4勝4敗で東地区7位、首位は東地区が秋田、西地区は大阪です。富山グラウジーズ、次の試合はアウェー戦です。対戦相手は仙台 AT-Niners、 次も連勝に期待しましょう。シーズン中、支えてくれたファンに感謝の気持ちを伝えたい。富山サンダーバーズの本拠地、立山球場で開かれたファン感謝祭には150人以上が集まりました。今年は4チーム対抗、秋の大運動会。我らがディスコのナビゲーター、ポケちゃんも奮闘しました。スタジオを飛び出したおけちゃん、熱いリポートを期待しましょう。ということで用意しました3つの指令。ミッション1、選手の激白を聞け。ミッション2、選手を激励せよ。ミッション3、監督を激写せよ。さて、無事に3つの指令を遂行できるのでしょうか。まずは参加受付を済ませましょうと歩き出したおけちゃん、誰かに呼び止められました。本当だ、質問がいいんです。こちらのお父さん、毎週激スポを楽しみにしているというおけちゃんの大ファン。こんなプレゼントまでいただきました。どうじゃあ来週も激スポで被ってます。絶対被ってる。ファンの歓迎を受け、幸先よくスタート。おけちゃんはサンダーバーズからの緑色の鉢掛けを締めます。最初の競技はベースランニング&軟水レース。コップの水をこぼさないようにダイヤモンドを一周、運んだ水でペットボトルをいっぱいにするまでの速さを競います。実はおけちゃん、学生時代は陸上選手、なんとジュニアオリンピック5位入賞という華やかしい経歴の持ち主なのです。いいところを見せてもらいましょう。チームを引っ張ったのか、足を引っ張ったのか、結局緑チームは3位、微妙な結果となりました。それではここで最初の試合、今シーズンで引退する上市町出身の成瀬選手を直撃です。ということで激発をしてください。激発をしてください。何の激発をしたいんですか。なんかどんな感じの、今だから言える現役時代の激発。現役じゃないです。いや楽しかったです。3年間野球知らないですね。出直してこい。
インタビュアーとしてはまだまだこれからのようです。温かい目で見てやってください。出場種目は一人一つのはずでしたが、助っ人としてテちゃんが大忙し。4人の団長が争ったトラックアウトではなんと始球式という大役を任されました。褒められて気を良くしたのか、テちゃんここから勢いに乗ります。選手を激励せよ、先ほどのインタビューから一転、今度は辛口です。ファンの皆さんを今シーズンは裏切るような結果でしたけれども、来シーズンの抱負は大きな不敗でしたよね。そうですね、最悪です。なんで最下位なんですか？まあ、多分僕が勝負どころでちょっと打たれてたっていうのは多分、まあ、そうですよ、だって原稿で実際読みましたもん。一応シーズン通して防御率3位だったんですよ。前期ちょっと惜しいかなという感じでしたけど、はい、今期はもう全然でしたよね。そうですね、前期もやっぱ悪い流れが今期をちょっと止められなくて、うん、一生懸命練習して力をつけて、まあ、挑戦者なので優勝を目指して頑張って。太陽選手、大人の対応ありがとうございました。さて、運動会は大詰め。障害物レース、全員参加の玉入れと良いところのなかった緑チームは結局最下位に。新藤監督からの罰ゲームにおけちゃんのチームメイトと精一杯耐えたのでした。ちなみに優勝はマッチ率いる赤チーム。でもファンの皆さんは勝ち負けを問わず選手と触れ合う時間を満喫できたようでした。閉会式ではチームを去る横田元監督が改めてファンへの感謝の気持ちを語りました。非常に悔しい思い、これは次の新藤新監督が必ず果たしてくれると信じております。新藤新監督にプレッシャーをかけてバトンを渡したいというように思っています。本当にご礼さんありがとうございました。残念な結果にもかかわらずね、こうやって多くの人が来てくれたということはやっぱり愛されてるんだろうなというのを感じましたね。まあ、勝つことが究極のファンサービスなんじゃないかなと思って、とにかく勝ちにこだわって、諦めない役をやりたいですね。最後にお願いなんですけど、写メ撮ってもらってもいいですか？はい、おけちゃんのお手柄、最後の試合をしっかり果たしました。そして新藤監督、ありがとうございました。初めての現場リポート、ミッションも全部完了しました。あと今日はね、選手の皆さんとファンの皆さんの絆みたいなものを感じましたし、ファンの皆さんもすごい明るく声をかけていただいて、私もますますサンダーバーズ応援していきたいと思いました。選手、球団、ファンの皆さん、一日ありがとうございました。